ライター照明が照らす競争水面、この時間でも気温は32度、4メーターほどの西の風、ホーム側向かい風です。水面に登場の6選手は1号艇大阪の石野孝幸、2号艇三重の井口義則、3号艇静岡の笠原亮、4号艇佐賀の峰竜太、5号艇東京の山田哲也、6号艇兵庫の魚谷智幸、以上の6人の選手で予選第11レースを争います。注目期待集まりました。1号艇の石野孝幸がゆっくりと1コースへと入ってきます。今節は展開に恵まれず上位着はありませんが、ここは1枠信頼度抜群の陰線勝負。そして2コースが2号艇の井口義則、3コース3号艇の笠原亮、後方に引っ張っていく4コース4番の峰竜太、5コース5番の山田哲也、そして最アウト6コースが6番の魚谷智幸です。今年の賞金ランキング現在トップの石野、2位の峰がインと角枠なり3対3のスタイルです。進入コース内側から1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前スタートしました。予選第11レース、さあスリットを伸ばしていくのは1号艇の石野、2号艇の井口、一周1枠の旋回、インから逃げる1号艇石野の外、握ったのは3号艇の笠原、ズバッとまくり出しは5号艇の山田哲也、バックストレッチ1号艇の石野が先頭。スタートは前提正常でした。陰線しっかりと決めました1号艇の石野孝幸、その後ろ2番手は5番の山田、2番の井口、2号艇5号艇2番手接戦、2マーク全速で握った5号艇の山田、内から運ぶ2号艇の井口、ホームスレッジ2番手はまだまだ接戦です。5号艇の山田哲也、2号艇の井口義則、それに絡んでくるか3号艇の笠原亮。レースは2周1マークの旋回、トップで旋回は1番の石野孝幸、そして2番手2号艇井口のうち切り込んでいく5号艇の山田哲也、差しが入った5番の山田が単独の2番手、2号艇の井口3番手、上位の台形は1番5番2番です。後続は3号艇の笠原、6号艇の魚谷、最高峰4号艇の峰竜太、西の2マークトップ旋回は1号艇の石野孝幸、2番手が5号艇の山田哲也、3番手2号艇の井口義則。レースはこれより最終周回、ラスト1周となります。予選第11レース、今シリーズ展開恵まれず上位着がありませんでしたが、ここは1枠信頼度抜群の陰線バッチリと決めました1号艇の石野孝之、2番手が5号艇の山田哲也、3番手が2号艇の井口義則、上位の体型は1番5番2番です。この1号23連単オッズは 72.5 倍を指しています。待望のシリーズ初勝利に向かって最後のホームスレッジ、1号艇の石野孝幸、2番手が5号艇の山田哲也、3番手が2号艇の井口義則、まもなくゴールです。1番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。